はいどうもジュリアスです。レスカーブライン22周年アニバーサリーアップデートがね施されたということで PS4 版にも来ました。先行でね Steam 版には来てたんですけど、ようやくですね3ヶ月ほど遅れてコンソール版にもやってきました。プレイヤーのバンディットが加わったのと、これ多分他のキャラもアップデートが入ってるんでしょうけど、バンディットですね。おう、フル英語になっちゃってるな日本語にはなってないっすね。そもそも説明がないのかな。バンディット自体はリスコブレイン1の時に出てきたキャラクターらしくてですね、リスコブレイン2自体にもともと存在してたんですけど、ようやくデビューしたというか、最新のね、あの性能に変えられて、ついに登場ということみたいですね。で、ログブックを見ると、このね、この辺が全部新しくなってるんで、その辺がおそらくアップデートが入ったアイテムなんでしょうということですね。結構スタックの数が変わったりとかね、ダメージのパーセンテージが変わったりとかね、いろいろ入ってるみたいです。新規アイテム追加もあるのかなっていうところですね。まあ、およい、分かってくるでしょう。ということで、操作方法も結構忘れちゃってますけど、バンディットをね、早速使っていきましょうか。妨害して失神。背後から攻撃すると、すべてクリティカルになるっていうショットガン持ちみたいですね。うん。説明なしや。まあいいや、使って覚えていきましょう。さあバンディットやっていきましょうか。おー、ウエスタンスタイルのカーボーイな感じやな。ショットガンらしくて、おお、これか。ちゃんとリロードがあるメイン武器にリロードがあるのか。ん、まあまあ強いんちゃうか火力は。おお、なんかため系やねんな結構。あ、結構狙うの大変やぞ。しっかり狙わな。おお、ナイフ？え、もう弾枯れんの？いてー。いや、リロードまあまあ辛いな。4発か。ほら。ああ、結構距離短い。よお、結構このキャラ難しいんちゃうか、バンディット。あ、そうか。後ろから行ったらクリティカルやから、ちょっと試してみなあかんな。おーおー、消えてる消えてる。これで背後取ってドーン。おお、なるほど、そういう戦い方か。あら、全然届かへん。技の出が遅いな、あのピストルも。あ、これタレットじゃなかった。いや、結構このキャラ使うの難しいんちゃうか。おお、そこに。うん、待ってる。ガナドローン。これも待ってる。ヒーリングドローンか。なんかあんなドローンか。いや、ガンナーぐらいないとな。序盤は、ドローンはめちゃめちゃね、役立ちますからね。でもガンナーぐらいおらな、結構つらいで。おお、花火いっとこう。貴重なメガネやけどな。ちょっと強化されるまで弱いからな。
全然今んとこ強さが感じ取られへん。ないか、なんも。ガンナーちゃんに頑張ってもらおうぜ。遠距離も一発しかないからな。結構リキャストに悩まれそうな感じ、悩まされそうな感じ。バンディット、リロード時間がやっぱ物を言うな。結局あれかな、注射器みたいなんでスピードを上げれば気にならなくなるのかな、このリロード時間。その辺が確かめないとな。リロード時間があるっていうのはやっぱり攻撃できない時間があってやられやすいっていうことになりますからね。いかに敵を早く殲滅するかっていうのが大事な要素になってくるし。ヤギか。おい、あ、そうか、落下ダメージあんねやった。おう、注射器1個ぐらいじゃ分からへんな連射速度は速くなった気はするけど、ああ結局押しっぱなしじゃなくて手動連射になるのか。まあショットガンやからそこはしょうがないか。攻撃速度の上昇にも限界があるんちゃうかっていう感じしてくんな、手動ショットガンやと。まあでもあれか、リロード時間さえなくなればなんとかなるかなっていうレベルなんかな。クラゲかな。あー、クラゲですね。痛い。いやー全然やりきれんで、これ。うん、そろそろ来そうやな、あれが。いやー来るよな、来るよな。いやいや無理無理。おお、危な。オッケー、まあまあ火力は高いな。ほら全然やりきれへん。いやいや結構つらいぞ。結構この連射も指がつらいぞ。物理的な辛さがある。おお、どこへ、どこで戦ったん。まあガンナがいるだけでなだいぶ違うわ。おい、ちょっと使いどころがな、まだ。結構な頻度で使えんねんな。外れすぎ。リキャスト5秒か。しのいんね。行きましょう。そういえば新マップも1個追加されたみたいですね。ステージどこかで出てくんのかな、それともなんか特殊な生き方するやつなんかな。その辺も全然調べてないっす。まあ新鮮な気持ちでやっていきましょう。クマちゃんか、シールドも欲しいとこやな。うんうんうん、引っかかる。これはただの石やな。
あ、裏取ったと思ったのに。いやー、攻撃速度上げないと結構辛いぞこれ。あんな上になんかお宝があるけど、あんなとこ行かれへんで。あ、ルナコインか、あれ。ちょっとお金貯めないとな。おお、このコンボはええな。そうか、心中がおるんか。心中はこれで飛んでくれ。いやー、心中強っ。心中つらいわいや、倒すのにめっちゃ時間かかんなこれ。ガソリンか、ガソリンか、まだいいか。倒せない、倒せない。結構避け続けなあかんな。まあ、特大の花火で行こうぜ。ちょっとさっきのところに行ってアイテムを入手しつつやな。いやー、結構なー、これも振りかぶりがあるっていうか、撃つのに撃つまで狙い続けないとあかんっていうのがウィークポイントですね。こんな突起ある？赤箱を開けて、おー、シュークレレ来たー。ガンナちゃんは頑張ってもらおう。おー、ウィスプー、ええな。58か。いや、ウクレレやっぱちゃうわ。ウクレレの重要度が違いすぎる。シールドをちょっともらいましょう。で、右側行ってないか。上はガンナーに任せて。何も出ないな。お金余ってからにしよう。うん、お、スプリント速度上げるのは結構近接キャラにとってはええぞ。あれはガンナーか。あー、クジャーロバンド。いやー、でもウクレレがなくなったら辛いからな。ウクレレに勝るものはないというか、唯一無二の強さ。まあ、金とか赤はな、ちょっと別格やからあれやけど、緑でな、あれは強いわ。お、なんか錆びた鍵のちょっと見た目変わったな。あんなくっきりしなかったよな。かなてこか。まあ確かに継続ダメージは欲しいところで。おーおー、やっぱ後ろから行ったらクリティカル入ってるわ。確かに。これはただの葉っぱか。これは出られへんようになってんな。ゴーゴー。
まあ、リスコブレインはなんかお金を拾うっていう概念がないから楽なんですよね。相手の落とした倒したところに取りに行かなくていいっていうか。うん、もうボスか。医療キット。あれ外しすぎや。おお、こんなもんか。あら、じゃあもううんちゃれだけやっていきましょうか、ボスへ。またガンナーが残ってた。あれ、うん、この上やったかな。あら、うんちゃれうんちゃれ。うんちゃれの場所がわからんようになった。まああるあるですな。あれ、最初のとこまで持ってきてもうたぞ。まあ、わからんようになったらしゃあないか。あれ、この辺にも一個運があったような気してんけどな。あそこの下か。あったあったあった。これでお金を使い果たしていこう。スタント、あ、もうなかった。さあボスへ行きましょうぞ。いやーでもこれが2回来たところでな、セカンダリーそんなに有効じゃないな。なんか短いねんな。マーセナリーはこう結構な飛びついてくれるからまだあれやけど。こっちあったっけ。ない、こっちこっち。この奥にアイテムはありますか。ないな。よーし、ボスへ行こうぜ。おー、ストーンタイタン。いた。おー、結構後ろから叩いたら早いぞ。結局心中が強いっちゅう話やけ。心中どっちが裏やねん。裏表が分からんやつらやな。裏表がないいいやつなのかな。うい。お、金タイタンのコブ。あ、ヘルスが上昇し回復する。タイタンのコブ、そんな良かったっけな。なんかあんま覚えてないな。まあヘルスが上昇メリット以外の何物でもないからあれですけど。ああ、この間になリロードしてくれたらめっちゃ便利やねんけどな。そうはなってくれへんか。あ、結構遠くまでショットガン飛んでんねんな。制限とかあんのかな。弾も落ちるわけではないし。よーし、まあ行きましょう。おーい、最終決地デルタ。探検と探検があるやん。
探検が何やったっけな。もう諸々の効果を忘れていってる。ターン129か、まだまだやな。敵一体に4発も撃ったらもうすぐリロードやねんけど。いやーでもまあ撃っちゃうよな、温存するより。まずは注射器、注射器強かったはず。ちゃ探検や、探検。あ、出血か、出血やな。で、バックアップマジやね。これはスピードを上げましょう。移動速度は上げてな。移動速度を上げて冒険を楽にしようぜ。まあ、どんどん時間によって難易度が上がっていきますから、序盤にこう、アイテムを集めるために早く走れるっていうのは結構なメリット。おーおー、強っ。さすがやで。で、上行こうかな。ここから上がれるんですよ。あそこに電話ボックス。勝手に電話ボックスっていつも言ってんだけど。3つからね、選べるやつですね、アイテムを。ああ、すぐ後ろに回って撃った方が強いな、やっぱ。だーい、なかなか。おー、ウィスプー、やー怖。まあタイタンのコブあるから結構体力は上々ですね。ウィスプ2個目。いやー、でもマップの構造はやっぱなんとなく覚えてるもんやな。おお、貫通弾、ボスダメか。運は後からにして。いやー、めっちゃ飛んでいく。つらいわー、リロードつれえわー。こんなつらいか、リロードって。まあ普通のゲームやったらね、リロードは当たり前のようにあるけど、リスクオブレインではなかったから。え、なんでこんな色してんの、注射器。気のせい？なんか血色悪かったで。お肉で回復しよう。おー、ウィスプが活躍してる。いや、意外と切断もありやな。切断っていう言い方が正しいかどうかは分かりませんが。おう、花火2個目。いや、そっちじゃないて。今明らかにそっちじゃないて。
お、運がええぞ、結構。言うてたらこうなる。お、これは使い捨てミサイルランチャーか。いいやん、ええやん。あのネックレスなんやったかな、こうか。いや、バウンディと結構戦えてるぞ。まあ、序盤やからっていうのもあるか。割とショットガンに火力があるから戦いはするけど、これは早めに早めになんとか。花火か。早めに注射器をいっぱい集めとかんと後々つらいな。いかんせん連射が効かんから。ん？引っかかったな。なんか一応最適化もされたみたいな話ですけど、 PS5 ネイティブ対応はしてもらえず、 PS4 版ですね、これも。プレイは PS5 でしてますけど。これ辛い辛い、あの遠い敵は。この奥にあったりなかったりないか。うん、あった。おお、何やこれ。あ、イカポリプちゃんやん。え、こんなんなったん、イカポリプ。なんか、ん、イカポリプどこ行った。そうか、マップというものがないから。イカポリプもね、なんか変更が入ったみたいですよね。ちょっとどういう変更なんかは分からんねんけど。イカポリプちゃん、ビジュアルの変更は大して入ってないの。アイコンが明け変わったんか。え、強っ。さて、ボス行きますか。よし。グレイデューンストライダーは結構厄介な相手かも。痛い痛い。いやー、つらいつらい。マジで火力のなさ。この4発、いや火力はまあまああんのか。吸われそうやな。近寄られへんし。いやー、痛い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 。きつ。反対向けばよかったんやったっけな。引力に逆らえんかったぜ。ジャンプしてんのがまずいんか。いやー、なんか久しぶりでしたね。腕が鈍っておりますね、この逃げるタイミングとか。まあね、ちょっと初めてのプレイだったんですけど、バンディットね、またやっていきたいと思いますので、次回もお楽しみにお待ちください。それではまたー。